すいません、公開練習のインタビューさせていただきます、はい、よろしくお願いします。お願いします。公開練習お疲れ様でした。はい、まあ、いつもやってるミットなんですけど、まあ、なんかどこを気をつけてやったとか、公開練習でしていただいたミットって何かありますか？いつもそうですね、ディフェンス意識してやってますね、試合に向けては。はい、新しいコンビネーションと、はい、まあ、それは当日の。そうですね、はい、ありがとうございます。前回の試合をちょっと振り返っていただきたいんですけども、はい、アンポン選手との試合どうでしたか？全然ダメでしたね、はい。実際その試合終わってから、記憶とかそういうのは飛んでない？いや、記憶、まあ、あるっすけど、一発目殴られてからはあんま微妙っすね、まあ、全部忘れてはないですけどね。こう改めて映像を振り返ってみて、はい、まあ、全体的にダメっていうふうに先ほど言ってたと思うんですけど、そうですね、まあ、どこがダメっていうのはなんか具体的にあれば教えていただきたいなって。やられるにしてはもっと攻めた方がいいですね、はい、もっと攻撃的になった方がいいかなと思います。じゃあちょっと攻めの部分が足りなかったって感じですか？はい、まあ、自分も先ほどご自身でこう、まあ、物足りないっていう感じ言ってたと思うんですけども、はい、こう試合後、まあ、改めてどんな心境だったのかなと思いまして。前回ですか？はい、まあ、情けないなという感じですね。自分の練習してきたもう見せる前に終わったんで、はい、もっと見せたいなという感じです。まあ、地元が近い大阪で試合されたと思うんですけど、はいはい、まあ、その人たちに向けて、まあ、ちょっと申し訳ないとかそういう気持ちってあった？そうですね、はい、ありました。今回から、まあ、所属が改めて、はい、こちらのレジェンドジムに変わったということなんですけども、はい、ジムを変えた理由って、言える範囲で教えていただいてもよろしいですか？仕事も、こっちで独立して滋賀県戻ってきたんで、もともとお世話になってたんですけど、はい、滋賀県やったらここやなということでお世話になることにしました。まあ、もともとこうやられてたってことなんですけど、はい、小さい頃ここに通ってたって感じ？いや、K1 出始めてからも通ってましたね。でも所属したのは初めてなんで、次はレジェンドに所属して初めての試合ですね。こちらのジムにこう変えるきっかけとか、はい、そういうのって？いや、やっぱ練習めちゃくちゃきついんで、一番ここがいいかなと思って、はい、僕練習来てみてで実際やってめちゃくちゃしんどかったんで、会長もちょっと厳しいんで、この人の言うことだったら聞けるかなと思って、はい、ここにしました。こう実際、まあ、練習環境が変わってみて、はい、まあ、自分のどこが成長してるっていうふうに感じますか？スタミナと毎日あの精度ですね。シャドウからずっと会長に見てもらってるんで、精度は上がってるかなと思います。じゃあ本当に全体的に変わってるって感じ？そうですね、はい。それってこう練習を実際にしてみて、はい、やっぱ変わってるなって実感とかってあります？ここで練習してたら、まあ、毎日クタクタになるんで、今日も死んだなっていう感じで帰るんですけど、よそ行ってスパーリングした時に強くなってるなと思いますね、はい。あ、もう本当に全く違うって感じですか？そうですね。ありがとうございます。はい、まあ、今回、はい、まあ、ちょっと連敗中っていうこともあると思うんですけども、はい、それに向けた手応えっていうだんだん日々感じてるって感じですか？そうですね、とにかく勝たないとダメっていうのがあるんですけど、それにビビってたら攻撃性なくなっちゃうと思うんで、はい、まあ、自由にやろうかなって感じですね、はい。まあ、カイト選手といえばやっぱ攻撃的でなファイトスタイルだと思うんですけども、はい、まあ、どんな試合展開をイメージされてますか？まあ、基本は丁寧にやりたいなと思うんですけど、まあ、ちょっといけんなと思ったら、まあ、そこでまとめてボコボコいったろうかなって感じですね、はい。光輝選手の、はい、印象っていかがですか？パンチとか攻撃重くて、で前の九州の試合の動画とか見てたらなんかタフなんやなって思いますね。気持ちも強い選手ですね、はい。まあ、その光輝選手は、はい、まあ、今年に入ってこう2試合連続 KO 中っていうことなんですけど、はい、やっぱ倒してるイメージっていうのは結構強いですか、動画見て？
そうっすね。前回の、僕の前のジムの文也選手の時の試合が印象に強くて、はい、ストレート伸びんなって思います。やっぱ右ストレート一発は警戒する部分っていう感じですか。そうっすね。でもみんな僕の階級あるんで、パンチはビビってたら何もできないんで、いきます。はい、ありがとうございます。去年の、はい、まあ、ベルト級トーナメント参戦もされたと思うんですけども、はい、こう、まあ、こう敗れた後っていうのはもう試合って実際にその場で見たりっていうのをしたんですか。はい、あ、わかりました。やっぱ自分とあのトップの人の差はディフェンスですかね。なんでそこをもうちょっと磨かなあかんなって今もですけど、はい、思ってます。まあ、ノイリ選手とアンポ選手の試合で、はい、こう最初、まあ、アンポ選手がこう攻めたりとか、はいはい、で最後ノイリ選手みたいな感じだったんですけど、それって改めてこう、まあ、決勝を見て何、はい、か感じることってありましたか。あれもディフェンスうまいしノイリ選手余裕あって、で好きやったらいけるんかなって。僕はそういうファイトスタイルじゃないんであれですけど、勉強になるところはたくさんありました。まあ、それを、まあ、練習に生かすみたいな感じですかね。そうですね、まあ、会長の言う通りにやってたら間違いないかなと思います。僕は 何も考えてないです。はい、ありがとうございます。はい、それで今ウェルター級っていうのは、まあ、ノイリ選手とか、はい、こうアンポ選手がこう抜けている状況だと思うんですけども、はい、そこにまあ自分も食らいついていきたいっていう、そういう気持ちってありますか。そうですね、やっぱいい試合何回かやって実力もつけてやり返さなあかんなと思ってます。はい、ありがとうございます。はい、初の九州大会っていうことだと思うんですけども、はい、こうどんな試合を九州の方に見せたいっていう、そういう気持ちってありますか。やっぱ倒したいですね。で倒して九州飯うまいし、ね、飯食いながら滋賀県から応援来てくれてるみんなと酒飲みたいですね。ダメージなく勝って、はい、じゃあ試合後はやっぱそういう感じで。そうですね、頑張ります。ありがとうございます。はい、じゃあすいません、最後にファンの方にメッセージをお願いいたします。はい、連敗してるんですけどジム変えて調子も上がってきてるんで、必ずいい試合して倒せると思うんで、11日楽しみにしていてください。